どうも皆様おはこんこん、ミツキックバスターです。ドトコイやっていきましょう。関根さん編です。今日は関根さんの家に遊びに行くぞ。女の子の部屋に行くのは初めてだ。緊張して変な汗かいてきた。おおすげえ、ここが関根さんの家か。ピンポーン。こんにちは。上がって。はい、お邪魔します。ついに関根さんの部屋に。おお、いい部屋じゃないですか。消してって。うん、関根さんの部屋こんな感じなんだ。意外と女の子っぽい部屋だ。そう、確かに思いましたね。今日は読書するんだよね。うん、ぴったりの本がたくさん。あら、ありがとう。ぜひ読んでほしくて。そうなんだ。どの本かな。これマルチーズ伯爵の隠密殺研日記。表紙は可愛い本だね。ミステリーものの最新シリーズ。ミステリーなんだ。ありがとう、読んでみるよ。読んだら感想を聞かせて。お茶持ってくる。ありがとう、いい子だな。さて読もう。マルチーズ伯爵がマフィア黒ラブ団の闇金に手を染めるとこから話が始まるのか。しかしシェルティ男爵が不正に気づいてしまい、黒ラブ団から脅されて伯爵が完全犯罪を試みると。なかなか面白い話だな。関根さん遅いな。ん？一階から話し声が聞こえてくる。おっと、そんなこと言わないで教えてよ。あら、お母様。よしかくちゃん以外のお友達を連れてくるなんてめったにないんだから。お母さんとお話ししてらっしゃる。それでどうなの？やっぱり付き合ってるの？付き合ってない。そうなの？そんなはっきり言われたらちょっとショックなんですけど。隅に置けないわね。しつこい。いつもと違って新鮮。確かにそうですね。なんかもうちょっと普段は暗いというか物静かなイメージがあるんですけどね。付き合ってないってはっきり言われてしまったけど。お茶ありがとう。会話？いやー、これはどうしたらいいんだ。何も聞こえなかった。聞こえちゃった。素直に言いましょうか。聞こえちゃった。俺ナメック星人並みの聴力だからわかんねえ。ドラゴンボールわかんないっす、あんまり。じゃあ聞こえて。関根さんのお母さんに褒めてもらえて嬉しかったよ。付き合ってないからね。うわ、分かってるって。やっぱりかー。かも。え、なに、なんですか関根さん。一緒に本が読めて楽しかった。こちらこそ。また学校で。うん、いやー、いいね。家デートいいね。女の子の部屋に遊びに行くなんて初めてだったけど、何事もなく終わってよかったな。高校に入学して俺に妙な呪いがついてから2週間が経った。美少女たちとはそれとなくうまくやってきたつもりだ。しかし一向に最高画質にならない。もう時間切れが近いのに、やっぱり恋っていうのは難しいんだな。3週間目。昨晩気づいたら眠りについていた。今日もいつも通りやっていこう。1時間目の授業が始まるな。どうしようか。さっさと席に着こう。今回こっち選びますか。ということで筆者の気持ちはこうなるわけです。なぜかというと、原告の授業退屈だな。早く終わらないかな。今なら図形の問題くらいはできそうなんだけどな。四角形とか五角形とかそういうやつやってくれ。完璧に解いてみせっから。おや？ん？どこからかネギが聞こえてくるけど。あ、よし、かくさん寝てんかい。寝てるっぽいけど顔が寝れてない。柿の種投げない。すごい夢。どんな夢見てるんだ。投げた地球がどうなるって言うんだ。起きる気配が全くないな。どうしよう。寝顔わかんねえからな。素直に起こしてあげようか。よし、かくさん怒られてもね、ちょっと困るんでね。よし、かくさん。あ、次よし、かくさんが当てられるよ。よかった。寝起きのよし、かくさんも可愛いな。顔わかんないけどね、あんまり。放課後のチャイムが鳴った。さて今日はどうやって帰るか。あわよくば誰かと会えたらいいんだけど。まっすぐ帰ろう。まっすぐ帰ろう。帰ったら昼寝でもするかな。ん？おっと、関根さん、なんか妙に立体的になってんすけど、どうなってんだ。顔についてんの、なんだ。
もしかしてメガネ？あ、あ、本当だ。おお、いい感じ。あなたも帰り？うん。関根さんってメガネするんだ。いつもはかけてないけど最近目が悪くなってきた。幾何学図形の角がしっかり見えないのしめんだけど。すごい悩みだな。メガネも似合ってて可愛いね。ありがとう。関根さんの雰囲気によく合ってる。普段の関根さんも可愛いけどね。まだがしさらいけどそれはわかる。これからもメガネかけていこうかな。顔もよく見えるし。いやーいやーいやー、いいね今の。嬉しそう。うちまで帰ろう。もちろん。いやー、関根さんもいいっすね。なんか今日も夜がやってきてしまった。このままでは3週間が過ぎてしまうけど、この際諦めようかと思えてきた今日この頃だ。今でも問題なく生活できてるし、美少女がこの目で見られないのは残念だけど、誰か俺のこと好きになってくんないかな。俺は一晩考え呪いを受け入れることにした。人は中身で見よう。美少女と仲良くしようなんて発想が間違いだったんだ。そう考えないとやっていけないぜ。お、これはこれは来るか来るか来るか、来たー。おはよう関根さん。うおーいうおーいってなんだ。うおー、いや、いいね関根さん、いいね関根さん、いいっすよ、いいっすよ。ぶっちゃけ相沢さんより好きです。関根さん、あ、でもなんか小柄って言ってましたね。確かそういえば、あの図書館図書室の下りで。あ、 おはよう。なんでもないよ、本当になんでもない。なんか気になる。早く教室行きましょう。うん、うん、関根さん、とんでもなく可愛かった。表情差分、だから表情差分言うな。めたい。やっと最後画質になったんだよな。長かったな、ここまで。やっぱり全然授業に集中できなかった。図書館にでも行って勉強し直すか。放課後の図書室ってのもいいもんだな。さて勉強と。今日の授業はどの辺だったっけ。全然わからない。これは困ったぞ。おー、関根さん、どうも。関根さん。あ、ごめん、ごめん、ごめん、図書室でした。すいません。全然授業に集中できなかったから復習してるんだけど、どこをやったのかすらわからなくて。聞いてなかったの？うん、うん。見せて。あ、はい。顔が近い。ここはこうで、こっちはこう。すげえ、さすが。問題すらすら解いてる。簡単だから。おお、すげえ、関根さん先生みたいだ。うん、優しくて美人な先生だな。あさらっと流された。はい、ありがとう関根さん、今までのおさらいまでしてくれて。うん、役に立てるのは嬉しいから。関根さん、関根さん、チャイム、チャイム、空気読んで。図書室閉めますよ。あ、もう帰らないと。関根さん、また明日。また明日。いや、関根さんいいっすね。可愛かったな、関根さん。優しくて頭が良くてミステリアスなところも素敵だ。あのままチャイムが鳴らなかったら行ってしまっていた。君が好きだと。君が好きだ。やめとこ。昨日から関根さんのことが頭から離れない。この思いどうにかして本人に伝えなければ。しかしシャイな関根さんにいきなり踏み込むのは危険だ。よし、吉角さん、吉角さんに聞きたいことがあるんだ。何？関根さんの心を開くにはどうしたらいいんだろう。ゆいちゃんの？うん、もう十分開いてるよ。ええ、マジで？ゆいちゃんはね、心から信用。ありがとう関根さん、ありがとう。私にはわかるよ。そうなの？わかりにくいかもしれないけど、そうだったのか。ありがとう吉角さん。関根さん、ここにいるのだろうか、いるだろうか。あ、どうも。あ、いた。関根さん、どうしたの？俺に心を開いているんだよな。あのさ、よかったらまた勉強教えてほしいな。ありがとう。
放課後の図書室。利用する学生はいつも少ないけど、今日は特別に少ない。ほとんど関根さんと二人っきりだということになって、ここの公式を代入する。これで証明は終わり。あ、証明大嫌いなやつ証明大嫌いなやつ。あ、ありがとう。何か質問ある？質問か。関根さんはさ、俺といて楽しい？うん、楽しい。お、即答。お、本当？私は喋るの下手で、男の人も苦手だったけど、美月くんは平気。月くんの方こそ私といて楽しい？つまらなかったらごめん。そんなことないよ。関根さんといるのは楽しいよ。多角形の知識も増えたし、隣にいると癒されるし、ずっと俺の隣にいてくれないかなーなんて。隣に？あ、これは本心だよ。石、褒めてくれてありがとう。褒めてるんじゃなくて、愛の告白のつもりだったんだけど。あ、驚いてる。関根さんはどうかな？え？あ、関根さん顔が真っ赤だ。いきなり悪いことしてしまったかもな。関根さん、大丈夫？ごめん、関根さん。無理に返事くれなくていいよ。ふぅー！うわっ！それじゃあ。やったー！大木さんだって嬉しくて。もうそれにしても関根さんのあんなに大きい声初めて聞いた。 ここは図書室だから静かにしないといけないんだったごめん、そうだよね、ごめんごめん。そうそう、帰ろうか。でさ、手とか繋いだりしない？気が早い、言われた。やっぱダメか。いいよ。ありがとう、関根さん。あー、かわいいね。いい笑顔するね。おーおー、いいイラストでございますな。なんかもうちょっと、なんだろう、こう物静かというか堅物なイメージが勝手にあったんですよね。あれから学年も上がり、受験を視野に入れた勉強の日々が始まっている。関根さんは難関大学の工学部を目指して勉強中。俺はまだ決まってないけれど、関根さんに釣り合う男になるよう努力は惜しまないつもりだ。わからないところは関根さんに教えてもらっている。俺にとってはこの時間が最高だ。俺にかけられた呪い、いつの間にか溶けていて、他のみんなも高画質になっていた。みんな可愛かったけど、やっぱり関根さんが一番可愛い。呪いのおかげで関根さんとこうして過ごせるのだから、あの悪魔には感謝しないといけないな。ありがとう、悪魔。ありがとう、関根さん。俺は最高に幸せだぜ。きたー、きたー、エンディング。いやー、関根さんは結構良かったですね。見た目、厳島神社厳島神社。いやー、でも本当に関根さんは多分相沢さんより好きかもしんないっすね。すごいこう心を許したらいい子なんですよね、すごく。いやー、なんだろう、今上にあったベジャッシーってなんだろう、気になるけど。まじか。おお、すげえすげえ、関根さん座ってる。いやー、いいね。このエンディングも各個人であるのがいいですよね。実はこれね、クリアした後おまけモードっていうのがあるんですよね。イラストとかなんか設定、キャラの設定とか見れるんですけど、クリアしたキャラで。プレイしていただきありがとうございました。まあね、そのおまけは皆様が個人でぜひやってみてください。ということで、のどこい関根ゆい編でした。以上、水木くばさでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回またもしかしたら誰かやるかもしれません。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。